トイレ行ってきた。行って。これ勝手に怒んのやめてくんねえかな、マジで。すげえ単純な。ちょっとお前怒るんだろ、どうせ。もうやめて。落下するパターン。あ、あった。どうやって飛んだっけ、これ。どうやって飛んだっけ、どうやって飛んだ、これ。わっこんわっこんわっこわっこ。いや、たまらん。やべ、時間ない。時間切れ。いやー、すげえゲームだわ。終わりかよ。何も言わずに終わりかよ。何も言わずに帰られた感じだ、友達が。データイーストって書いてあるわ。あー、落ちちゃいけないもんが落ちた。よっ。さあ、ちょっとよくわかんないラインナップになってきたよ。ゲームオーバーの文字で草。ゲームオーバー。デコなのか、バコ。デコだね。元はデコか。ゲーセンはデコ。いや、ああ。これはまあ見るだけでよかろう。一服してえな。妹たちよ。誰、どうした。ああ、ミッドナイトレジスタンスかな。何その挑戦状みたいなクイズ。よし。お前ら今日仲間割れしろとか指示出してプロレス団体盛り上げていくゲームとかないかな。ああ、レフリーがなんか持ってたりとかな。面白そうだけどね。今の時代もうそういう見方する人もいるだろうからっていうかさ、まともに見れない人もいるだろうから、逆に皮肉ったゲームとかやっぱ逆に出せねえのかな。まだちょっと実はまだ開き直った部分ではないから。ヒロインのキャラでガスコ。ヒロインだけかよ。もうちょい遊びやすいゲームだとよかったんだけどね。ゲームとして見ると非常に微妙。アドベンチャーゲームとして見ると、なんかあんまりこう、ワクワク感がない。建前では真剣勝負。いや、まあもう、分かって見てるからね。不好きな人もね。プロレスがどういうものなのかをさ、逆に分かってて見てるからさ。はぁ。駅プロにはランダムでレスラー同士の因縁つくようなとこあって好きだったな。へぇー。少ない色数で綺麗に見せてるよね、これ。ちょっとファミコンでその、褒め言葉にはなってないような気がするけど。ファミコンは正直言って色数少ないという印象はないね。むしろメガドラの方がよっぽど少ない印象あるわ。悠々白書とかやるとひでえ目に遭うからね。玄界とクラマが同じ、なんか遠く遠近法で違うキャラに、見えてるだけなのかなっていうレベルの、なぜかそっか、あいつらそっくりになるから。色数に関しては、もうメガドラ、PC エンジンとかの方が全然色数多いしね。スーファミにより近い、PC エンジンはね。ファミコンは少なからず多からずなんじゃない？少ない色数でっていうのは、ちょっとファミコンとしてはちょっと、意外とファミコンは色数多い。言っても。難しい話だけどね。メガドラは色数は多いけど原色が多くてきついイメージ。いや、使える色が少ないんだよ、同時に使える色は少ない。おめえがそう言った段階でわかるじゃねえかよ、何か言いてえかっていうのよ。PC エンジンは処理も早いしね。あ、ごめん、竹竿飛んなかった。竹槍。竹槍取ってあげよう。かわいそうだから。ほら、忍者をどんどん竹で、うわぁ。基準の背景はベタに多い。二人で一気。これ明け半はもっと視界狭かった気がするんだけど。お前誰だ。カマ手裏剣すごいな。お前誰だ。いやいやついてるけど、お前誰だ。お前なんか怪しいな。コメントが。NG 入れようかな。うわ。いや、だって。
って農民が忍者をガスガス殺していくからね。そうだ、二人同時できるってだけで結構価値があった時代だったからね。ああ、でもこれさ、勝手に敵を狙って撃つっていうのがもうちょっと斬新だよね。言ったら意外とそういうゲームない。実写化したらどうなるんだろう。いや、もっとひどい、人数多いよ。あ、またやっちゃったよ。サンエレクトロニクスなんとあるって書いてあったね。いや、すごい。だって、忍者をこんなに軽々と殺していく農民の話だよ。しかも一人で、単身一騎で。意味がわからんわ、ほんと。クソゲーとか以前にもっと設定に突っ込めようと思う。バトルファーマーゲー。だ、危ね。危ね。いやは。これ何なの、この部分。ゲーセン版だともうちょっとなんか絵が綺麗だから分かった気するけど、壁かなんかだったっけ、あれって。いいゲームだな。感情がこもっていないな。鉄砲隊とか出てくるの？危ない。この一人の百姓に鉄砲部隊とか出てくるから、マジで。キャスト翔平。弾ガンガン投げていく。やばいよ、マジで。相手忍者だからね。殺戮じゃない。殺し屋だからさ、言ったら。ヒットマンみたいなもんだ。の、危ない。しかもこれ分身、こいつ、もや、おかしい。なんか分身の術とか使いたいな、こいつ、よく考えたら。こいつやっぱ何なんだ？タコサクだっけ？ゴンベイだっけ？え、ゴンベイとタコサクじゃなかった？こいつらやっぱりおかしいな。ただものではない。ラスボスはビートたけしで。知恵なんて。そうか、チート百姓だから竹槍はハンデか。あはは、ナメプなんだよ。絶対竹槍ナメプだわ。あ、いや、まあ、うん。こんなもん、この。大根取ったら早くなるから。あ、来た。こいつ神とも関係を持ってるし、なんかおかしいよね。絶対ね、神からおにぎりもらってるぜ、直で。絶対何かあるわ。このぼーっとした立ち方ね。バカみたいな。いや、これやっぱデッドゾーン思い出すわ。逆だけど。順番逆だけど。灰色よな。岩かな？石のおにぎりかな。斜めってんな、おにぎりが。ノーフ、セガール説。あり得るね。だったらわかる。は何が気に入らんかったんかな、わら。まあ、一気っていうのからちょっと壮大なゲームを想像しちゃったんじゃない？無駄に。ベラボーマンおにぎり食わんかい。確かに。あ、つかない。あ、来たー。あー、まあいいわ。東海エンジンってさっきも書いてあったな。何のゲームだったっけ？ あ、リップルアイランドか。これどこなのこれ。東海エンジニアリング。これ押さなきゃ何も始まんねえんだな。ナンバープレートついてるこれ。んー、でも難しいよな、これ。これ、腹減っただろう。お食べのありがとうございます。神様なんか随分くれるんだ。エコヒーキだ。10個くれたの。ああ。走っ。リップ東海と関係ある？ない。タイヤの動きが好き。これね、これとかこのメタルスラッグ感あるよね。東海のダミー会社ですね、東海エンジニア。うそー。ワクワク感がすごいゲーム。海外でなぜかすげー人気あんだよな。意味がわからん。リップ東海じゃね。違う。曲もいいしな。文句のつけどころがない。ちょっと難しすぎるぐらい文句をつける。若干コントラっぽいですね。てか、なんかメグトロイドっぽい。出てるもんね。うん。初代機3000機と同じだったらしいし。あ、関係ない会社なの？なんなんゲームボーイでも出てますね。サンソフトってなぜかさ、ボンバーキングパート2とか出してるよね。あれは何なん？意味がわからない。これ落ちたらダメージくる。なんでそれを必要があったんだろうね。作りたかったのかな。ヘッドショット。セガゲーの移植とかもしてましたけど。やべえ、体力減ったよ。エンジニアみたいな位置づけだったのかな。下で入んのか。
すごい。なんだろう、わぁ。ボンバーキング自体がハドソン開発じゃない持ち込みだったとかいう話を聞いたような。へぇ。そうなんだ。マルチョウシリーズって、うん、ブラスターマスター。どうした、急にどうした、初コメント。降りれるゲームに自分は弱いみたい。ミラクルロピットにも弱い。わら。降りられるゲーム、お、お、降りられるゲームってもう一個なかった。三足歩行ロボ、ジャレコの。あれ降りられなかったっけ。降りられるよね。あれはどう。あれはどうだい。なんつんだっけあれ。俺発売しなかったゲームだとずっと思ってたんだよな、ね。売ってんの見たときびっくりした。出たんだ、謎の三足歩行ロボのファミコンゲーム。割高も好きなのかな、わら。割高面白いじゃねえかよ。何言ってんだよ、バカにすんだよ。難しいだけだろ。あぶねえ。乗れるゲームは降りられますよ、わら。、まあ、割高好きやで、わら。割高面白いよね、あれは。意外と好き。あれ昔普通にケンちゃんとすげえやってたもん。桃太郎ぐらいしか続いたのないね。あ、マルチョウのね。素晴らしい何かが待ってるゲームやな、わら。何か、いや、これタイヤの動きはすごいよ。グリグリしてマイナスドライバー、なんで飛んだの今。ジャレコのってなんだろう。ジャレコの三足歩行でググリは出るよ多分。俺は名前は忘れちゃったけど、超カルトゲーだと思うんだよね。あれファミコンの中で あれを知ってる人見出会ったことないわ。俺も名前わかんねえし、忘れちゃったわ。まあ、調べりゃわかるけど。なんか、ちょっと、今日は、やるかな。あまりにもあれ人気ないから、いつも放送でやんないけど。一回ぐらいやったかな。なんか、BGM もろくにねえようなゲームだよ。俺、発売しなかったなと思ってた、ずっと。気がついたら出てた。黒いカセットの。あー、とか、ボンバーキングっぽいわ、なんかこれ。アイテムが。てか、ハドソンっぽい。弾の飛距離がめっちゃ伸びた。あれなんてゲームだったかな。三足歩行の、お、それだわ多分。名前の割に全然そんな名前のゲームじゃないよ。そんな名前のゲームじゃないよ。やったらマジで、なんかもうちょっとメタルフレームじゃねえ、なんだっけあれ、バイオメタルだっけ、違う、あれなんだっけ、変にプレメイスついちゃった、変な重力反転できるゲーム、サイバーストーム、違う、なんだっけ、あれみたいな。それ自分やったことないかも。マジで。サイフラッシュ。なんだよ。メタルストーム。メタルストームか。シップシップ。何が？ブライガー。バイオセンス。銀河シップ。ちげえわ。アトラスの黒歴史。これ何もいないの？あれ？何もいないのこれ。弾がふわーんってなっただけ。どっかにあんのか。なんでこれが海外でヒットしたのかな。そこはいませんね。いねえんだ、詳しいやつがいる。サイバスターはやったことないけど、降りられるなら好きになるかも。いや、あれ絶対好きにならないと思う。すごいゲームだよマジで。ファミコンの中であそこまで出来が悪いゲームってったら、スーパーピットフォールと何だろう。いや、あれやばいよマジで。あのね、コンボイの謎なんて可愛いもんだ。敵役員会、わら。ひっといよ。すごいってそっちのすごさ、うん、恐ろしいゲーム。わらわら。こちらに押すお方をどなたと心得。恐れ多くの先の副将軍。無糖に作り込まれやすいぞ。いつも、すが高い。残念でしたな、聞く。はぁ、あ、ちーまで聞きた。長々喋りよる。こいつらこんな日本越しみたいな声、わら。ちゃら、三電子と東海エンジニアリングでカセットの形が違うみたいで、ああだからか。じゃあ、あのメタファイトは東海だ。収録されました。これどうやって喋らせてるの。初音ミクの原理だね。容量の半分を使用しています。そんなに容量は使うんだ、やっぱ結構喋ります。いや、これ結構喋るよ。いらっしゃいませ。この声使いてるじゃん。嘘です。半分使ってるゲームってなんだっけ。いらっしゃいませ。この人はどうなの。これ死に死んでおこう。ラフワールドと上海にもカセットの形違う。そう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 。若本さんの声みたい、わら。若
赤旗声だった。登録しようぜ。ほんとだ。なんだこれ、若元ボイスじゃん。いらっしゃいませ。違うか、機械音の若元みたいな。合成音声は音声止まっちゃうのが難点。まあしょうがないよな、それは。ラッシュアワーさん。なぜ俺はここにいるんだとか。ラッシュアワー3？そのうちいらっしゃいませがエアロスミスに聞こえてくる。なんだよ、違うじゃねえかね。あ、チートバグ動画でよく出るのってさっきのところか。ほう。よっしゃ。喋るぞ。残念でしたな、訪問様。なんで喋んだよ、お前が。何やってんだ、喋るっつってんじゃねえかよ。なんだよ、今もうちょっとちゃんと撮れたら、録音できたのに。もうやだ、もう絶対録音しない。めんどくさいわ。なんでかぶらせんだよ、喋るって言ってんのに。宮川、じゃあ富川さん、富川さんのゲームです。名前が書いてあった。あれ来ない。前もこんな感じでしたよね、わら。まさか、そんな。何を喋りたかったんだ、お前は。ああ。サンソフトのボイスなら、キャリードエースも外せない。だから言ってんじゃねえかよ、お前。なぜ俺はここにいるんだって。まあ、曲を聴くだけのゲームとしてもいいよ。いいサンソフト。うん。これとギミックはやっぱ外せねえな。頑張りすぎたゲーム。俺これ昔から好きでさ。いいですね。あ、これ東海じゃん、ほら。あ、ダイナマイトバットマンはでもカセット3作と。これ内蔵だけなんだね。そうだね。このフォントが気になるけど。ティムはまあ褒めてくれんのかな、これぐらい。まあ何も載せてないんでこれだったらいいよね。顔文字っぽいから。なんだろう、俺は。わかんなかったような気がするけど、よくわからない。厚みあるな、なんかな、ファミコンなのに。ドゥブンドゥブンドゥブン。はあ、トリセツにこの曲の譜面載ってるくらいだから相当自信あったんだろうなとか思う。ベースは PCM、うん、特殊音源では。いやでも載せてないって言ってるね。でも上海図は載ってるよね、確か。すごいな、英語だから分かんないけども。プレステのコレクションは音がな。いやそんなこと言ったら、なんだっけあれ、クロノトリガーとかもひどかったよね、プレステは。みんな結構頑張ってたな。いやでも最初の一番最初に出るあの街の風景があれはしょぼすぎて、当時ちょっとびっくりした。なんか期待だけさせて、なんでこんな急にこんなしょぼいのって思った。なんかこう、あ、痛い、ドテッパルに穴開いたよ、風穴。これ20スクロールぐらいしてほしかったな。さすがにそれは言い過ぎ。贅沢。なるほど、勘違いでしたか。ありがとうございます。ちょっと主人公のスタイル悪いんだよね、これ。そう、なんかちょっとね、なんかちょっとこう、魅力がない。マスターチーフみたいな。走り方がピョ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 した。本当だ、ロックマンって感じですね。そうだね、まあ昔はよくあったスタイルのゲーム。あぶい。レンダリングレンジャーとちょっと似てる。すげえマイナーな方を言うっていう。うわうわ。本気で殺しに来すぎだってのだから。これファミコンの横スクっていうよりは昔のアケゲーの匂いするんだ。そう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 。そうなの。昔のよくあった横スクの感じだよね。またこれジャンプの操作性が独特でさ、楽しいんだよ。結構難しい、難易度の高いゲーム好きな人におすすめ。確かに。うわーい、今のは大丈夫だろ。これなんか俺さ、ちょっと待って、ちょっと待って、それは俺のあの下のタイルの下の何あれ。
あれ何？体力の下の G は何？あ、これか。うわー、でもこれ嬉しくないな、この状況。嬉しくない。ガッツ、あ、回復した。1だけ回復するってどういうことだよ。もっとくれー。曲いいな。おーおーおー、お前もしゃがむんか。あ、3はいい、使わないよな。いらないよな、ここでは。次行こうか。もうゴリ押しで行くかで。はい、よい。ヘリ、ヘリだっけ。あー、来た。懐かしいな。まだ当たってよ。上に打てないのにどうするのこれ。ただのしゃがみも若干ある。え、これどうする。ちょっとジャンプ遅い気する。やばいやばい、この敵すごい近くて無理。あ、無理。やべえ、これ難しい。スープラッターハウス一面のボス初めて行った時みたいに難しい。距離取るしかないの、この止まり方。弾さえ打ってこなければいい子なんだ。やーべ、この距離感。よし、え、帰んの、降りてくんのか。え、なんか上で BG だってことがバレるんだけど、上のバグ表示。まあ来た。そうね、もうちょっとライフ回復が出れば稼げようって感じするんだよな。ね、ちょっとむずいよな。ここで、あ、ヘッドショット。クラッと。すごく誠実なゲーム。硬派なゲーム。急に雰囲気変わってる。お前ら、いらないとこで出たな。次行こっか。まだまだあるんだよ今日は。こんなもんじゃない。まだ5分の1ぐらいしか進んでない。やたら長くて3分くらいあります。わら俺の好きなパターンだな。ループが1ループが長い。これは汚いな。なんか基盤が放送でやったことないのか。タワーまだ一つ目ですか。タワーは二つ消化、これで二つ目消化です。おお。俺の、あいつバグっとる。こんばんは、コツ。栃木人さんいらっしゃい。でこっ、わらわら、なんで笑ってんの。いきなりここから始まるもんな。アドルとドギのあの人をもんちゃくとかない。ヘパイトスで出ましたね。出たね。ヘパイトスが道具扱いのやつでした。ヘパイトスって誰なの。ヘクレスの栄光来た。ここはポロポネス地方のアテネの、アテネ聞いたことある。武器持ってんのかな。持ってないって書いてあるよ。持ってない、持ってない、武器持ってない。なんで何も持たずに来たんだ。やっぱデータリストだな、曲が。ギリシャの鍛冶屋の神様。えぇ、ー、わら、鍛冶屋に行って歩くゲームか。あの何このエロい。妙に笑えちゃう。エロい穴。すいません、特に意味はないです。えそういえば以前のゲーム探しでこの。オープニングが妙に笑える。なんで適当なパスワードが通るゲーム。人のうちに鍵、びっくりするな、これ。一軒目でこれ言われたらもう入れねえよ。誰の部屋、誰の家にも入れねえ。え、店ってここら辺だっけ。あ、こっちか。入り口の方にあったよね。これか。どこが入り口なんだよ。じゃあ鍵かけろや。ああ、なんでこんなにピンクなの家が。しかも入り口までが長い。なんだこれ。どこから出んだよこれ。どこから帰ればいいの。帰れない。帰る場所がない。そこかい。なんだこれ。
バグった。あれ店どこだっけ。いや違う違う。あれ店どこだっけ。店って何すか、この列とかの、あ、こっちか。え、あれ店、まあ、小学校の時の記憶だか分かんねえけど、店確かここら辺だった気する。ない。ないぞ、店。おいおいおい。おい。すー、ちょっと。あれ？入れない家がほとんどだぞ。入れた。あった。いった、あった。赤いのはどう？取り立ての野菜の、取り立て？お前取ってきたな、さては。お前、なんか、盗んできた。取り立て。この店の、店の人の、そう、店の人のポーズがみんな一緒なんだ。違う。へぇー、まだ、取り立て。今取ってきた。取り立てですか？取れたてじゃない。武器はこれかな？来た。お金はあるのか。あ、ゼロなんじゃも、なんだ、家って。あ、他にって言ってた。左このポーズね。そう。取り立て新鮮だよ。まあそうだろう。はっはっはっは。言えてる。腕なんですね。そういや、違う、まあ。手出してきてん。取ろうとしてん。あとの、木の盾。あ、銅の盾でよかったんじゃないの？買っちゃったんだよね。早いんだよ、買うのが。はっはっは。おい、返されたぞ、お前。おお、見た目変わんだ、これ。誰、お前。西側の、はい。林の中をくまなく歩き回ると出会うらしい。え？林の中をくまなく歩く、え？人参を忘れない。あ、敵、え？なんか、馬が出んのか？馬の敵みたいな。記憶がちょっとある。いや、普通に一回戦闘したら終わりだよ。人参、うさぎか。曲が B ウィングだな。おお、違う。これ、どこの話なの、ヘラクレスって。ギリシャ神話系？ほら、街のサイズがマップにそのままあるんだよ、これ。画面切りがいないから。おほほほほ。降ってきた、上から来たよ。ギリシャなんだ。何がだよ。ギリシャなんだ。ギリシャの歴史って日本よりも全然長い。もしかして、西暦、なんだっけ、は、なんて書いてあった今、何社って書いてあった、歩行中か。あ、そう。んー、ごいね。紀元前2000年って、記録が残って歩行中じゃん。ギャー。歴史のある国ですらやっぱ破綻するんだな。おびただしい流血したの。昔のギリシャ人はものすごい優秀だったのに。へぇー、そう、歩行中だと思う、多分。なんでこいつこんな強いの？日本の歴史を文字で書き始めたのは意外と新しいで。あ、そう。参ったか。ブイブイ言わせてたオスマントルコも今ではあれですし。名前は聞いたことある。ブイブイ言わせてたんだ。歩行獣に、倒せないぞ、歩行獣強いぞ。しか受けねえけど。とどめだ。本当にとどめだった。この勝利音好きなんだよな。そんなわけで次枠は次のゲームです。上から来た。これ何？プノト。プノト。逃げちゃったよ。ギリシャの神様は割と適当で好き。日本神話は政治の匂いが。国会あたりで駅に暴れ回ってました。はあ。国会。モンゴル、世界帝国と私のことで。行くぞ。ラビちょっと弱そう。見た目の割には弱そう。倒せそう。お疲れ様でした。次は回ります。今日はまだできるな。今日はまだあと2枠ぐらいはできる。2枠はできるぞ。こいつ弱かったな。ラビ。このゲームは武器がね、劣化するっていうか、なんつうの、研がなきゃいけなかったりする。